この時間は横浜対山形、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの舞台はスタッド・ルイ・ドゥ、モナコ対抗の名前を冠に抱くこのスタジアム。8メートルのビルの屋上に建てられているという珍しい構造で、その下にはスポーツの複合施設も併設されています。モナコの市民の生活に密着しているスタジアムです。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日 3-4-3 のシステムで来ているんですが、北澤さん、はい、3トップです。そうですね、はい、この3トップだとサイドの選手はワイドに構えると思うので、そこから攻撃の起点を作ろうという狙いがありますよね、うん、北澤さん、これ3トップといえど、これそれぞれに微妙に役割が違いますよね。まあ、中央からの攻撃、起点が3つ中央にあることによって相手は守りづらいのかなと思いますけどね、うん、まあ、ワイドに構えてから少し逆サイドの選手が入ってくると2トップになったりとかすると思うので、はい、これは少し3トップでも流動的に動いてくる3トップかなと思いますけどね。まず前半見ていきましょう。横浜対山形、エキシビションマッチが始まりました。まずはこのゲームの入り方ですよね、はい、立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと展開できなかったりミスが出たりとかしますから ね、自分たちのペースに持っていくための入り方を意識することが大事ですよね。では立ち上がり見てまいります。加藤、ここで前を向けるか。来た、これは和田、高橋、小川へ、野田、山田へ、岡崎へ、小川、体を張ります。キーパー前へ蹴り出します。和田、これ仕掛けるかと、ボールは松本、野田、組み立てながら攻め上がっていく。緩いボール、これをカットします。キーパーから前線へ、このパスを防ぎます。山崎、山田へ、裏へのスルーパス、お、いい形ですよ。シュート、いやー、先制。今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。いや、気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のは。早くも1点先制と幸先いいですね。いや、主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね、立ち上がりのゲームを作る上できっかけになる大きなゴールと言いますよね。素晴らしいですね。スルーパス、おっと、いいボールでしょ。あ、いい展開ですね。中で味方の選手が待っている。長いボールを送ります。ボールを下げてリズムを作るか。松本、裏のスペースを狙う、裏へ飛び出した、フリーでシュート、触る。山形としては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどもね。全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあ、サイドの厚みは増しますけども、一
一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、うん、そこのケアは必要になりますよね。はい、まさにカウンター要注意ってことですね。そうですね。野田、このスルーパスは通りません。小川、裏を狙っていきます。この位置でボールを受けます。枚数いる、中につなぎたい。フリーだ。伊藤、打った。伊藤、守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。奪って引きつけておいて、まあ、相手からのミスになりましたけども拾いましたよね。松本、横浜としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。一旦前を取る。ここでファールがありました。どこ狙ってきますかね。ボールが流れていきます。和田、横浜起点となるアクションが欲しい。小川へ、ふわっとしたボール、シュート、わずかに左へ逸れてきます。長谷川、今日はキャプテンマークを巻いています。岡崎、松本、岡崎へ、南へ、プレスからボールがこぼれる。長谷川、岩竹、高橋、大きくサイドチェンジ、このパスがつながります。伊藤、手塚へ、つながります。さあどうする。山崎、岡崎へ、南へ、岡崎へ、上がっていく右サイド、丁寧に足元を使う。中に合わせてくるか。中に入れる。ここはルーズボール。伊藤、和田、和田から緩いフィードボール。野田、松本、
前半32分を回りました。南へ、加藤、南へ仕掛けるか、シュート、いやー惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。横浜絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどもね。高橋から長いボール縦へ、伊藤、小川、スルーパスを出す、いいボールですね。あっとこれはワンツー、中は枚数いる、仕掛けるタイミングを図る、チャンスを演出できるか、これはつながりませんでした。山田、横浜としては現在 0-1 でビハインドなので、この前半終盤の意識が大事になってきますよね。まあ無理しないで後半狙っていくのか、それともリスク承知で同点を狙っていくのか、まあそれによって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。中央へ、頭、素晴らしいポジショニングでした。最後崩されましたよね、突破されて、すぐも守りきれてないですよね。今のいボール縦へ、伊藤、裏のスペースを狙う、上げる、頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかりそうしていかなければいけませんよね。ボールはクリア、上がる、ヘディング、さらにタッチの上げ、いやー今のは北澤さん、ファインセーブでしたね。いやーいい反応ですよね、ファインセーブですよね。これはこのピンチよく防ぎました。このクリアボール次へつなげたい、大きく縦へ、手塚、この柔らかいパス、ベースを狙う、このボールはカットされます。ここで受ける、加藤、木戸、手塚、伊藤、そして今前半終了の笛が吹かれました。45分間戦って1-0、横浜1点ビハインドという状況で前半を折り返しました。守備をしながらやはりこの攻撃、追加点を取られてしまいますと差が開いてしまいますからね。横浜対山形、それでは引き続きゲームをお楽しみください。
後半スタートです。横浜としてはまだ時間がありますからね、はい、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどもね。右が上がっていく。ここで収まる。ふわっと裏を狙う。これを拾いたい横浜。小川、山田、南へ、加藤、抜ければチャンス。南へ、山田へ、さあ右へ預けて、ここで丁寧にコントロール。山田へ、加藤、南、さあどこに出してくる。どうする。右サイドへ振って中上げる。これは相手選手にディフレクション、コーナーになります。頭できた。狙いしましたんですがヘディング決まりません。縦へのボール、小川へのボール、サイドのスペースへ走らせる。ディフェンスをものともしません。ここはすぐ奪い返します。横浜、和田、和田から伊藤、さあどこに出してくる。シュート、ここ拾って次につなげたい。山形、木戸、本日ワンアシストです。藤本、山田へ、木戸、長谷川、小川へ、チャレンジはしません。後ろに流す。和田、パスでつないで攻め込んでいきます。横浜、山形としては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんですよね。なるほど、その意図は何なのでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、うん、ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけども、はい、失敗した時のリスクを考えて裏のスペースを消すやり方を選択してるんですよね、うん、伊藤から長谷川、裏を狙う、来たか。横浜、このセカンドハーフの立ち上がりに1点差で追いかける展開となっています。後半1点差と2点差ではだいぶ状況が変わってきますからね。失点に気をつけながら早い段階で追いつきたいですよね。次の得点がどっちに入るかで今日のゲームの形は大まかに決まってきますよね。中井のクロス、そのままキーパーが抑えました。松本、野田、南へ、加藤、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。横浜としては互角にも見えるんですけどもね、まだビハインド、フィニッシュの精度が重要なポイントになってきますよね。加藤、これはクリア、いいプレッシャー。あー、これファール、取らないですか、レフリー。山田、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。いけるか、これ仕掛けるか。南へ、岡崎へ、さあサイドのスペースへ、しかしこのボールは合いませんでした。和田、高橋、伊藤から長谷川、長谷川からのパス、ここで丁寧にボールを扱う。伊藤、
いい展開ですね。チャンスを演出できるか和田、サイドを使います。この位置で受ける、クロスを入れる。山形あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。一人で駆け上がる、宮上がっていく、山田、加藤、渡ります、南、さあどうする、長谷川、手塚へ、横浜、なかなか前にボールが運べません。縦へのボール、山形、最終ラインまでボールを下げる。松本、一人持ち上がっていく、加藤、南へ、中央行けるか、サイドへ、また中央へ、パスをつなぎます。細かいパス回し、さあどこに出してくる、パスをつなぎます。加藤、サイドを使います。撫でるようなボールタッチ、南へ、仕掛けるか、シュート、大きく縦へ、加藤、もう一つ前に行きたい、サイドへ、シュート、横浜、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、横浜ここで選手を変えるようです。長いボール縦へ、ボールを下げてリズムを作るか、山形、硬いディフェンス、木戸、素早いパスで攻め上がっていきます。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。裏へ届くか、和田からクレーベ、いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。ロングフィードで狙う、シュート、なんと止めた、岡崎、リズムを刻む、中央から南へ、チャンスになる、チャンスを演出できるか、中央へ、このクリアボール次へつなげたい、山形、これは奪い返します。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。これはつながりません。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。加藤、失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。早いパス回しと、これはつながりません。もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。さあつながるか、抜けた、
これはスローインとなります。山形メンバーチェンジがあるようです。さあワンツーから、ここは間合いを取る手塚。タイムアップ直前で攻め上がります。手塚へ、最後のチャンスになるか。サイドへクロスを選択、ここを拾って次につなげたい山形。もったいなかったですね、本当最後まで諦めてませんよね。サイドのスペースを使います、抜けてくる、さあ中はいる、足元大事に行きます和田。危ないシーンでしたがここはクリアの対応。時間かけずに攻めたいですよね。ここで1対0、横浜敗れました。1点に泣きました。結局前半のゴールが決勝点。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。横浜としては結果としてうまく逃げ切られたという形になりましたけども、相手も守ろうとしたわけではないと思うんですよね。ですからもう少し攻めの形に工夫ができたら結果も変わってきたと思いますよ。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。横浜前半の1点に泣くという形になりました。